横山慎一君。公明党の横山慎一でございます。それではまず警察庁について質問させていただきます。水害に備えて非常用発電設備等や通信機器における警察施設の浸水対策の改善処置が求められました。警察庁はこれまでに警察施設の建て替え等の機会を捉えて浸水対策を推進するよう指導してきました。しかし会計検査院が自治体の公表するハザードマップに基づく浸水対策を検査したところ、51都道府県警のうち42道府県警について具体的な建て替えの予定がない既存の施設については浸水対策を実施していない状況が明らかになりました。この改善要求は各都道府県警が既存の施設についての浸水対策の計画を策定するところから始めなければなりません。浸水対策の効率的な実施に至るまでには継続的な確認が必要となります。警察庁はどのように対応するのか国家公安委員長にお聞きをいたします。二之湯智国務大臣。委員ご指摘のとおりですね、昨年会計検査院から一部の警察の施設について災害等の際にですね、浸水により非常用電源設備等が損傷する可能性がある旨の指摘を受けました。これを受けましてですね、警察庁から各都道府県に対しまして災害による浸水被害想定を的確に把握し、止水板の設置、さらには非常用電源設備の移設等の対策を計画的に実施するように指示をしており、各都道府県警察においては所要の予算措置を講じるなどして具体的な取り組みを進めているという報告を受けております。引き続き各都道府県警察における取り組みをですね、確認していくよう警察庁を指導してまいりたいと、このように思っております。横山慎一君。この措置というのはですね、会計検査院が警察庁に改善を要求したものでありますけれども、今公安委員長が答弁されたとおりですね、実際に改善するのは都道府県になります。浸水対策が施された旧都県警の既存の警察施設には止水板の設置などの浸水対策の取り組みが行われていましたが、多くはですね、これからの対応になってまいります。建て替えが必要なものも出てまいります。そういう意味ではですね、都道府県の負担は相当なものが予想されると、これを警察庁は指導していくというふうに言っているわけですけれども、実際にこれを改善要求をですね、実施させるためには警察庁としてこの警察施設の浸水対策に対して新たな補助事業を設けるべきではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。二之湯国務大臣。警察における費用の負担区分につきましてはですね、法令で規定されておりまして、警察署の改修事業等についてはですね、各都道府県の予算で実施してきているところでございます。今回の指摘を受けて各都道府県警察においてはですね、個々の施設の事情等に応じて止水板の設置、浸水を防止するためのカバーの設置、排水ポンプの設置などさまざまな取り組みを進めているところであります。こうしたことで警察庁におきましては、さまざまな取り組みを集約し全国に共有することで取り組みの促進を図っていくことといたしあります。警察署等の警察施設はですね、災害時における災害の拠点でありまして、災害に強い施設でならないと認識しております。警察施設の浸水対策が着実に実施されるよう警察庁を指導してまいりたいと思いますし、委員ご指摘のようにですね、やはり予算が非常に大事でございますから、こういう面もですね、今後国としても前向きにですね、考えていかなければならないと、このように思っております。横山慎一君。ぜひ前向きなご検討をお願いしたいと思います。都道府県のですね、やれやれというだけではやはりそこにはお金がかかってくるわけですから、止水板そのものを取ってもですね、これも結構ピンキリがあるようでございますので、かかる費用のかかるものは相当かかるというふうにも聞いております。ぜひ具体的な対策をお願いしたいと思います。
それでは質問を変えまして、第2期の SIP についてお聞きをしてまいります。第2期 SIP のテーマの一つとして、革新的深海資源調査技術があります。これは、レアアースを含む海底鉱物資源の調査技術の確立を目指すもので、深海6000メートルからのレアアースの採取に挑戦するものであります。まさに世界に類を見ない挑戦であります。私は深海からレアアースを取り出す技術を段階的に開発をして、社会実装を試みながら技術移転を進め、遠い将来に産業化が見えてくるのだろうというふうに思っていたわけですが、開始された2018年当時に比べてですね、このレアアースをめぐる国際社会の動向というのは大きく変化をしてまいりました。2050年カーボンニュートラルなども見据えたレアアースの開発を考えなければならない、そういう状況に変わってきたというふうに思っております。具体的には、例えば世界的な自動車の EV 化、この EV にはですね、高性能モーター等にのレアアース機動類が使われております。まさにレアアースがないと電気自動車は走れないわけでありますけれども、この需要増加は今後も確実に見込まれております。しかしレアアースというのは需給が均衡しているためにですね、供給への不安が常にあると。他方、2010年のレアアースショックのように、中国はサプライチェーン全体でレアアース産業への統制を強めております。我が国はこれらに対して中国以外の国における権益の確保などに取り組んでまいりました。しかしそれでも高性能モーターなどに使用されるネオジムなどの重機動類は中国に依存しなければならない現状があります。このような中でレアアースの産業化と安定供給に向けて革新的深海資源調査技術はどう応えていくのか、大臣に伺います。二之湯国務大臣。レアアースはですね、再生可能エネルギーやですね、電気自動車などの我が国の先端産業にですね、なくてはならないものであります。一方でその供給が特定の国にですね、の政策に影響を受けやすいと、こういうことからですね、安定的な調達先の確保が求められているところでございます。SIP、いわゆる革新的深海資源調査技術ですか、においてはですね、将来の開発生産を念頭に、南鳥島近海において資源量の調査分析を行うとともにですね、調査技術や生産技術などの開発実証を行っており、計画通りに進んでいるものと把握をいたしております。また、令和5年度より開始予定の次期 SIP においてですね、現在政府の総合科学技術イノベーション会議で検討が進められていると、また把握をいたしております。現在進められている技術開発のさらなる強化が必要であり、次期 SIP においてもですね、海洋への大胆な投資が行われるよう、しっかりと注視をしていきたいと、このように思っております。横山慎一君。SIP そのものはですね、やはり産業化を目指してはいるものの、まずその調査段階から始まっていきますので、非常にこう遠い先のを見越しながらの、研究ということになるんですが、そういうものではあってもですね、この状況の変化に応じて、やはりそこを加速させていくということも非常に重要だというふうに思います。で、この南鳥島レアアースで、実際に採取もされて、試験精錬もされております。そうしたところですね、このネオジム、あるいはジスプロシウムという重要元素が豊富に含まれていることが明らかになりました。このことは産業化に向けて大いに期待が高まるところでありますが、レアアースのサプライチェーンには大きな問題があります。それは、環境基準が曖昧というか、こういう言い方していいかどうか分かりませんが、中国がですね、日本のように非常に厳しい、環境基準で、やってないんだろうと思うんですけれども、
この中国にレアアースの分離生成の設備が集中しているというところが、まさにこのサプライチェーンの大きな問題だというふうに思います。現状のまま、例えばこの SIP で、海底からですね、6000メートル海底からレアアースデーを引き上げる技術が仮に確立したとしても、その泥をじゃあどうやってレアアースに変えるかというと、中国に持っていくしかないという現状があるんだということであります。でこのレアアースデーを中国に運んで分離生成をするなんていうことになればですね、輸送経費だけで大変なコストになってしまうわけでありますし、このレアアースデーといってもほとんどは泥でありますから、その無駄な泥、無駄な泥ってあれ変ですけれども、多くの泥を中国に運ぶみたいなバカな話にもなりかねないということであります。またレアアースを含む組成生物、組成生物だけをですね、取り出すにしても、残りの大量の泥の処分をどうするのかと、こうした問題も出てくると。こうしたレアアースサプライチェーンの持つリスクにどう対応するのか、大臣に伺います。二之湯国務大臣。レアアースのサプライチェーンのですね、構築につきましては、ただいま議員ご指摘のようにですね、いろんな課題があると、このように認識をしておるところでございます。南鳥島の近海においてですね、存在が確認されておりますレアアースデイについてはですね、国内における分離生成の技術の確立に向けて、取り組んでいると、現在取り組んでいると、私も把握をしているところでございます。委員ご指摘のですね、輸送コストや、そしてまた泥の除去などの課題の解決に向けてですね、関係省庁と連携しつつ検討をしてまいりたいと、このように思っております。横山慎一君。いろいろなアイデアが出ているようでありますし、その中では有望なものもいくつもあるというふうに聞いておりますのでですね、それほど遠い将来を見越したというよりは、むしろ現実的な、産業化に向けた動きになっていくんだろうと思いますので、しっかりそこは推進をしていただきたいと思います。でこの南鳥島の EEZ 内の深海にはですね、これまでの調査研究により産業化できるだけのレアアースデーの濃集体が確認をされております。今後産業化を見据えた取り組みの前提として、レアアースを工業法というのは鉱山の工業ですけれども、工業法上の鉱物として定義しなければなりません。そこで今国会には工業権、鉱山のをなす業ですけれども、工業権の対象となる鉱物にレアアースを追加する工業法改正案が提出をされております。工業法が改正されてもですね、実際に効果を設定するには、適正な資源量の把握などが必要になります。この効果設定のためにどのような調査を予定しているのか、そして効果の設定をいつ頃までに見込んでいるのか、大臣に伺います。二之湯国務大臣。今国会にですね、工業法の改正案が提出されているところでございます。レアアースの工区設定につきましてはですね、今後、民間企業からの申請 があると思いますけれども、その前提としてですね、委員ご指摘のように、適正な資源量の把握ということが非常に大事になってくるわけでございますね。そのため現在 SIP において、おおよその資源量の調査や、調査技術の確立に取り組んでおりまして、今後とも関係省庁と連携をしつつですね、取り組んでまいりたいと、このように思っております。横山慎一君。航行を設定するということはですね、仮に外国の調査船が来て、もちろん日本が認定をしなくちゃいけないですけれども、調査をということで、実際にその海底から、レアアースデーを取り出すっていう、そういうことが、効果が設定されると、しづらくなるということもあります。そういう意味では、日本の資源を守るという意味でですね、これは非常に重要なものであります。同時に、今、航空設定という具体的な話まで出てくるということは、それだけ産業化も近いということでもありますのでですね、大いに期待をしたいところでありますが、着実に歩みを進めてまいりたいというふうに思います。で今度は外務省にお聞きをしますけれども、南鳥島 EEZ 内の深海底にはですね、産業圏に有望な資源があると
という以上ですね、まあ、その EEZ 内にとどまらず、その周辺の公海上にも、まあ、この有望資源の可能性というのが、まあ、否定はできないということになります。まあ、そのせいかどうか分かりませんが、まあ、中国がこの南鳥島付近で海洋調査を行っているようでありますけれども、まあ、大陸側の外側の深海底で行う海洋探査とはどのようなものなのかお伺いいたします。三宅伸吾外務大臣政務官。お答えいたします。大陸棚の外側、大陸棚の先と言ってもいいと思いますけれども、海底およびその下にございます深海底、並びに深海底の中にありますその鉱物資源でございますけれども、国連海洋法条約上ですね、人類の共同の財産とされております。同条約に基づきまして設立された国際海底機構が深海底における鉱物資源開発を組織し管理をしております。具体的には深海底における鉱物資源の探査および開発につきましては、国際海底機構が国連海洋法条約および同条約第11部実施協定の規定並びに同機構が作成する規則および手続きに従って管理することとされております。具体的にはまず探査について申し上げます。これを行う主体が該当する鉱物資源の探査規則に従って業務計画を作成し、国際海底機構に申請をして承認を求めます。この申請は同機構の理事会で検討され、15年の期間について承認をされます。承認の後、機構と実施主体との間で探査契約が締結され、探査が行われることとなります。次に探査の次の段階となります開発についてでございますけれども、開発を行う主体が探査同様に開発規則に従って業務計画を作成し、国際海底機構に申請し承認を求めることになります。同機構におきまして現在開発規則の策定作業が行われているところでございます。横山慎一君。はい、実際に公海上には中国の航空も国際航空もですね、設定をされていて、最初はしてないようでありますけれども、コバルトリッチクラストの国際航空も設定をされているということで、要するに注目を集めている海域だということでありますので、そういう意味では我が国の資源確保という意味でも、また産業化を急ぐという意味でもですね、しっかり注視をしていただきたいというふうに思います。最後の質問になりますけれども、この南鳥島レアアースの産業化に向けての大臣の決意をお伺いいたします。二之湯国務大臣。南鳥島近海におけるレアアースのレアアースデーの開発はですね、レアアースの安定供給の確保のみならず、経済安全保障の確保、経済成長の実現、海洋権益の確保への貢献といった観点からも極めて重要な問題であるわけでございます。レアアースデーを含む海洋資源の開発にはですね、資源量のまず把握や生産技術の確立など、依然として非常に難しい問題があるわけでございます。今後とも海洋基本計画などに基づいてですね、関係省庁と連携して、そして早期に産業化できるように努めてまいりたいと思っております。横山慎一君。はい、大変に力強い決意ありがとうございます。SAP 何度も申しますが、 SIP で取り上げるというのは本当に先端的な調査研究でありますけれども、それでいてこれだけその国際情勢の中において大きく変化が求められている、そういうものでもあります。また同時に技術開発が着実に進んでいるというものでもありますので、こうした有望なですね、レアアースで着実な産業化に向けて歩みを進めていただきたいというふうに思います。以上で終わります。